どうも、霊夢の皮をかぶった電子レンジマンです。円滑な動画作りのために用意された、補助のマリサだぜ。今日は何の話をするんだ？マジでネタがないなぁと悩んでたんだけど、一応一個ネタがあったからそれについての雑談をしていこうかな。スマホの保護ガラス、光沢ありなしどっちが良いのかという話です。本当にどうでもいい話だな。各自お好みでって話だろ？そりゃそうなんだけど、改めてスマホに貼る保護ガラスの仕様について考えてみる機会があっても良いんじゃないかなって。ということで、行ってみよう。光沢ありの保護ガラスは、100円ショップとかでも大量に売ってる一般的なやつですね。何も貼ってない状態と大差ない、綺麗な画面表示で動画や写真などをチェックできるのが魅力です。逆に弱点は、上の写真のように周りの景色が反射しやすいことだよな。そうなんだよ。結果として、ギャルゲーとかで遊んでる時に暗転すると自分の顔が映るんだよね。地味に大きな弱点だな。ギャルゲーしないにしても、自分の顔ってそんなにまじまじと見たくないぜ。非光沢の保護ガラスフィルム、いわゆる反射防止系のメリットは、周りの景色とか自分の顔とかが画面に映り込まないことだよ。上の実際に貼ってみた写真を見ても、しっかりゲーム画面が撮影できてるくらいには反射がないよね。だけど、ちょっと画面にザラつきがあるよな。そうなんだよね。反射防止、いわゆるアンチグレア系の画面だと光沢ありの画面と比べてザラついた表示になるんだよ。ものによっては、チカチカしてかなり見づらいと感じる表示になっちゃうこともある印象。あとマリサ的には、選択肢が少なくて購入難易度が高いのもアンチグレア系フィルムガラスの欠点だと思うぜ。ダイソーの iPhone 保護ガラスも、あまり売れなさそうな大画面モデルとかだと反射防止ガラスが売られなかったりするよね。家電量販店とかでも、反射防止タイプの保護ガラスフィルムは選択肢がかなり少ないよ。で、今回はどっちが良いのかって話だよな。それぞれにメリットもデメリットもあるわけだけど、お前的にはどっちにするべきだと思うんだ？最終的にはお好みで選んでねという前提になるけど、最近私がハマってるのは反射防止タイプなんだよね。コロナ禍以降、スマホでゲームをすることがかなり増えてきたんだけど、漏れなくギャルゲーなんだよね。ギャルゲーって割と、容赦なく画面切り替え時に暗転するんだよ。暗転するたびに自分の顔が画面に反射して何とも言えなくなる感覚、PSP とかビータの頃を思い出すよね。毎日地味にダメージが蓄積されていくよな。とはいえ反射防止系だとちらつくのが嫌だったんだけど、ダークモードにしておけばあんまりそこも目立たなくなるんだよね。実は、なるほど、白系の画面が見づらいなら、そもそも白系じゃない画面状態を標準にすればいいわけか。これにより、ある程度綺麗に見える状態で反射なしの画面でゲームとかを楽しめるんだよね。一昔前はダークモードとかなかったから単純に見づらい時が多かった記憶があるんだけど、今はダークモードがどの機種にもあるから良いね。昔合わなかった人も、今再挑戦したら再発見があるかもしれないな。購入予定の Galaxy S23 Ultra も、すでにアリエクで反射防止保護フィルムを購入してるよ。ちなみに S22 の時は、さっき画面に出したらスタバナナのやつがかなり良い感じだったよ。今年も出るならこれを選んでおけば間違いないかと。ヨドバシカメラとか、大きめの店だと昨年は取り扱いがあった記憶があるよ。そんなわけで、今回はスマホの保護ガラスフィルムに関する雑談でした。反射防止系の保護ガラスとかフィルムも、結構おすすめですって話だったな。当チャンネルでは、フィギュアとかガジェット類とかに関する情報発信などしているよ。今後ともよろしくなんだぜ。また見てくれよ。セイザー、トラゴス、ネタが古いぞ。